キース・ホークは元 MLB の選手。アメリカ合衆国、サウスダコタ州ラピッドシティ出身。現役時代は主にクローザーを務めていた。ラピッドシティのエルスワースク軍基地で生まれたホークは、テキサス州のハーグレーブ高校を卒業後、同じテキサスのガルベストン大学へ進んだ。1993年には、デトロイト・タイガースから14巡目で指名されるが、契約はせず、 アイダホ州のルイス・クラーク州立大に移った1994年、サンフランシスコジャイアンツから9巡目で指名され6月3日に契約、プロとしてのキャリアをスタートすることになる。その年は4試合の当板にとどまったが、翌1995年は、アドバンスト A で28試合に当板し、防御率3.51、13勝6敗。 翌1996年は AA で27試合に、登板、防御率2.75、12勝7敗と好成績を収める。1997年は、トリプル A 級フレーズノで12試合に登板したところで、メジャーに昇格するが、手洗い洗礼を受けてしまう。ジャイアンツは7月31日のトレード期限に、フラッグシップディールを行い、先発投手ウィルソン・アルバレス。 ダニー・ダーウィンとリリーフのロベルト・ヘルナンデスを獲得。フォークは、ボブ・ハウリーら5人と共に、シカゴ・ホワイトソックスに放出された。ホワイトソックス遺跡後リリーフにコンバートされ、ハウリーがクローザーとして育っていく中、主に、セットアッパーを務めていた。2000年には、シーズン途中からクローザーとなり、この年と翌年の2001年は、順調に活躍する。 しかし2002年は5月末時点で、防御率5.56、8セーブと安定感を書きその後復調したものの、トータル11セーブに終わった。チームとしてもアントニオ・オスナが11セーブ、ダマソ・マルテが10セーブと、クローザーに悩まされた1年となった。シーズンオフの12月3日、ホワイトソックスは新たなるクローザーとして、ビリー・コッチをマイナーに選手と共に獲得し、フォークと、 他2名プラス金銭をオークランドアスレチックスに放出した。2003年は復活を果たし最多セーブのタイトルを獲得、オールスターにも選出された。2004年1月7日、アスレチックスから FA となっていたフォークは、ボストンレッドソックスと契約し安定した成績を収め、チームはアリーグ東地区2位でポストシーズンへ進出する。ディビジョンシリーズでは、 アナハイムエンゼルス相手に2試合登板し、1セーブ、無失点と完璧に抑え、チームは3連勝でリーグチャンピオンシップシリーズへ進出。チャンピオンシップシリーズではヤンキース相手に5試合登板し、ここでも1セーブ、無失点と抑えきり、4勝3敗でカージナルスとの2004年のワールドシリーズへと駒を進める。ワールドシリーズでも全4試合に登板、防御率1.80。 一勝一セーブと四連勝で1918年以来86年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献し、同上げ投手となる。ポストシーズントータルでは、防御率0.64、一勝三セーブと、完璧な内容であった。翌2005年は、膝の故障に悩まされ、序盤から不調であった。7月6日には DL 入りし、翌日には、左膝の内視鏡手術を受ける。 9月9日に戻ってきた時にはすでにマイク・ティムリンにクローザーの座を奪われた後だった。復帰後は10日ほどの間にわずか6.2インニングを投げただけでシーズンを終えてしまった。オフには右膝まで内視鏡手術を受けることとなった。2006年は復活を待たれていたフォークだったが、術後の両膝に加え右肘と背中にも不安があった。 スプリングトレーニングでの成績もかんばしくなかったため、チームは先発での起用を予定していたジョナサン・パペルボンをクローザーに起用、フォークは中継ぎで使われることとなった。しかし6月13日には、右ヒーチの違和感で DL 入りするなど、良いところのないシーズンとなってしまった。レッドソックスは2007年の契約オプション750万ドルを行使せず、フォークは FA となった。 2007年1月4日にクリーブランドインディアンスと契約するが、肘の状態は思わしくなく、スプリングトレーニング直前の2月16日に体が思うように反応しないと語り引退を表明した。しかし、復帰を考えていたホークは9月に右肘の有利軟骨除去手術を行い、復帰に向けてのトレーニングを始めていた。2008年1月に行った入団テストには、 高い興味を示していたアスレチックス、アリゾナダイヤモンドバックスを、はじめ二十数球団が視察に訪れ、最終的に、アスレチックスと年俸70万ドル、インセンティブ総額250万ドルで契約し、ヒューストンストリートへつなぐセットアッパーとして期待されていたが、同年のオーフに、現役生活から引退することを発表した。直球は90マイルパーアワーに満たないが、 チェンジアップを武器に打者を翻弄する。年度別投手成績。ありがとうございます。